皆さん、はじめまして。入江美鈴と申します。私はですね、2月の末まで石川県金沢市にあります TBS 系列の MRO 北陸放送という放送局で4年間アナウンサーとして働いていました。4年弱なんですけど、およそ4年間働いておりました。その時からのリスナーさんとか視聴者の方ももしかしたら見てくださってますかね。そしたら本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。今はですね、退社して2週間ぐらいが経って自由気ままに過ごしております。好きなだけ寝てみたりとか、いろんなものを食べたりとか、ちょっとね、常にダイエットし、私太りやすいんですよ、とっても。だから常にダイエットしなきゃいけなくて、かなり食べ物我慢している部分もあったんですね。それを解禁して、好きなだけ油の多いものとかカロリーが高いものを夜遅くに食べたりもしています。で、お酒も基本的にあんまり飲みに行かないようにしていて、まあコロナ禍になってからですけれどもね。なので、最近は少し飲みに行ったりとか、そんな感じで楽しく過ごしています。まだ金沢市に住んでいまして、今家なんですけどね、ここ私の自宅でこんなの撮るって、なんか本当にドキドキしますね。なんか自分の全てを見られてるような感じがして、ちょっとね、恥ずかしいんですけど、まだ過ごしていて、こっちで友達とかいろんな人に会って楽しく過ごしています。で、今回ちょっと時間が今あるので、なんか新しいこと始めてみたいなと思いまして、今までもTwitter と Instagram は曲穴の時からやっていたんですが、こういう風に動画で発信するっていうのをあんまりやっていなかったので、自分自身の YouTube チャンネルを作ってみようと思いまして、ちょっとね、正直もう知識もないし、私の YouTube とか誰が見たいんだろうみたいな、結構暗い部分というかマイナス思考な部分がありまして、ちょっとね、再生回数とか全然伸びなかったらどうしようとか、今から始める前からちょっと怖いような、そんな性格なんです。でもこれからもアナウンサーとして頑張っていこうと思っているので、こんな気弱なこと言っていっちゃダメだと思いまして、どんどん新しいことを始めていこう、積極的に前に進んでいこうということで、今回は YouTube を始めてみました。まだ全然わからないので、皆さん教えてください。よろしくお願いします。で、私は局のアナウンサー4年間やっていたという話をしたんですが、その前に日系の日本の航空会社の客室乗務員としておよそ2年ほど働いていました。いわゆる赤と青の青の方です。ちょっと遊んでる人ならみんな青って言いますけど青の方です、私が働いていたのは。なぜかというと、大学生の時というか高校生の頃からアナウンサーに憧れていたんですけれども、大学生の時の新卒の試験で全然受からなくって、内定がもらえなかったんですよ、結局最後まで。で、その間に他のところも受け始めて、その一つが航空会社で、で、偶然というか、結構対策はしたんですけど、縁あって採用していただけたので、すんごいちっちゃい時に CA に憧れてる時期があって、アテンションプリーズという上戸彩さんと相武咲さんがやっていた CA の訓練生の時の話、そこからスペシャルバージョンとかいろいろあって、あとは大和なでしことかねの憧れていたので、もうドラマのふわっとしたイメージで、ふわっとした話なんですけど、全然現実を見ていないというかなんですけど、憧れていたので受かった時は結構嬉しくてで、就職することを決めました。ただ働いてるうちにどんどんモヤモヤしてきて、こう二十何歳こう年を重ねるじゃないですかね。学生時代に一緒にアナウンサーを目指していた友達が活躍している姿とかもよく目にするようになってきて、かなり辛かったんですね。で、それをいろんな人に相談しているうちに、もう一回受けたらいいんじゃないとか、なんで諦めるのっていうふうに言ってくださった方が結構いて、で、チャンスだと思って、今だと思って、もう一回試験を受け始めました。ただ、アナウンサーの試験って、新卒採用、大学の新卒採用か、経験者採用っていうのが一般的で、
未経験の新卒じゃない採用ってほとんどないんですね。だからかなり無謀だったんですけれども、私の場合は経験者採用を受けていました。無理があるんですけどね、経験はないんですけど、ボランティアでラジオ局で働いたりとか、まあ、ボランティア無償なんですけどね、やっていて、それを経験者として無理っくり書いて、無理やり書いて履歴書を出して、でまあ偶然その北陸放送という会社に拾ってもらったという感じですね。だから本当に感謝してずっと働いていました。でテレビとラジオいろんな経験をして、まあ、その中で私が一番印象に残っているのが入江美鈴のエンジョイ一人時間という番組を担当したことです。 CA の経験を生かす番組をしたくて、どうしてもで、その番組を作って、今までの CA の時の一人旅の経験とか、客室乗務員の仕事って休みがすっごく不定期で友達と予定が合わないんですね。だからどうしても一人の時間が増えるんですよ。あとは外国とか国内でも泊まった先々で一人行動がどうしても増えるので、まあ、そういう時のエピソードなどを話したラジオ番組をやっていました。去年までですね。で実はこんな爆笑問題さんの番組にも取り上げてもらったことがあって、すごく全国から聞いてくださる方もいたんですよ。メッセージくれたりとか。今もポッドキャストに載っているので、よかったら調べて聞いてみてください。60数回分ありますね。 Spotify とかで出てきます。あとはテレビでも元 CA っていうキャラを使って、バラエティ番組とかで使わせていただいて、ディレクターが作ってくれたシートベルトあとはディレクターが作ってくれた、これなんて言うんだっけ、インターホンかな、インターホンでいいのかな、なんかこういう機内アナウンスするような電話とかも作ってもらって、今でもなんか捨てられなくって、大事に大事に会社から持って帰ってきました。あとはですね、趣味といったら野球観戦が好きで、今まさに WBC が盛り上がってますよね。 WBC 私一人でアメリカまで見に行ったことが実はありまして、前回大会、前々回大会かなを見に行ったんですよ。ちょっとね、埃かぶってるんですけど気にしないでください。ジャパンの帽子、その時ロサンゼルスで買いました。こんな帽子をかぶって応援しに行ったりとか、多分ね、これ絡まっちゃった、これユニフォームとかも持ってます。他にもCA の頃にはアメリカに行った時に大谷選手見に行ってました。よくエンジェルスの、エンジェルス、エンジェルス大谷とかね。あともともとは神奈川県横浜市出身なんですね。私生粋の浜っ子で、高校大学も横浜市で、社会人になるまでずっと横浜に住んでいました。なので横浜 DeNA ベイスターズが大好きで、これはガールズユニっていう、見えない可愛らしいユニフォームですね。ガールズデーっていうのが年に1回あって、その時に配布されるユニフォームとか、スターナイトのユニフォームファンの人なら分かりますかね、スターナイトのユニフォームとか、他にも選手のユニフォームとかサインとかいろいろ持っています。大好きです。あと最近は本読んだりとか料理をするのも好きで、あとは外食とか、まあ多趣味です。本当に秋っぽくて何でも好きなタイプです。雑食タイプなので、こういうくだらない話とか、一人でこんなことしたら楽しいよみたいな、一人の話をメインにしていこうと思っています。こんな話したらいいんじゃないとか、こんな企画したらいいんじゃないというのがあったら、ぜひ送ってください。送ってておかしいか、コメントに書いてください。なるべく誹謗中傷しないでください。本当に怖がっちゃうので、私怖くなっちゃって泣きながら配信しかねないのでお願いします。ということで、まあ、簡単ではありますけれども、といっても長いな、もう10分くらい話してるということで、入江美鈴と申します。これからYouTube でも地道に更新していきますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もよかったらしてください。お願いします。ではまた更新します。また。